ようございます。今日は、船尾駅にね来ていますよ。ここも福岡県田川市ですね。すごいでしょ、この工場。洒落とるよこれ。なかなかないよこんな学校。ドライブインみたいや。なんか土下座っとっちゃう。おー、中も洒落とるよ。そうそう、あっちの奥もいろいろね残っとったよ。平成やない？平成。これいつ来たっけな。でも多分2年くらい前かな。ほらプールもあるし。ねえ、ちょっと手前に住宅とかもね、前はあったっちゃけど。ああ、ぽいね。ここほら、滑り台がなんか残っとる。よいしょ。滑り台。うん。わあ、こっからすごい山が、綺麗に見える。いかんよ。あ、ここやね、校庭。あー、私あれすかん。ねえ、洗い切らんやった。プールちっこいね。でもここ広いね。でも大きいよ。うん、もうお子さんがおらんくなったっちゃろ。他に待てたのに遠いやろうねって言ったら、雨が降りしてあるけど、うん、え、洒落た作りやん。直方駅にあった停車台を。どこん停車台になっとんの。いや、あのほら、緑色の、うん、橋があるやん、うん、今あそこ人が渡れるようにしとんよ。
あれは、あれ渡れるの？そう、渡れる。で、あれは、もともと、直方駅にあったやつかな、の、転車台を流用して、うん、作ったん。で、もうそれを、もう、転車台がいらんくなったけ、うん、持ってきて、人が。へぇー。そうなんや。まあ、僕は鉄ではないけど。うん、鉄じゃないと詳しくわからんけど。はい。やってきました。直方市にある石炭記念館ですね。私はね、2回目かな。で、あの、こういう、機関車のですね、番号を入れたら、この電車が今まで、こう、どういうね、経路でここまで来たかっていうのがわかるサイトがあるんだって。でも、綺麗にしてるよ。これ。昭和13年って。うん。これがどこ出身？1938年。意外と新しい。新車両名古屋。名古屋。配属は文字局。おお。現地大分区で使用開始。うん。大分から佐伯、西からず長崎走って。うん。その後に。うん。1942年に直方に来て。うん。ほぼほぼそれからこちらへ。ああ、この辺。で、会社になったのが1971年。昭和44年、5年ぐらいね。そうやね。で、74年に、直方市長との間で無償、はい。うん。で、それからここに行く。へぇー。あ、でも保存になったのは、保存になったのは、1991年。新しいやん。だってこれさ、まあお直ししとろうけど、全然綺麗よ。へー、すごいね。なんかこれ天井さ、なんか木で、そうそう天井やっとるよ。木なんや。で、この辺にあるのは全部炭鉱の、ね。これあれやん。何やったっけ。トロッコ。トロッコ。これはマシン？これは掘るやつ。掘るやつ。頭に掘ってください。これが、ぐりぐり回りながら。へー。看板です。これが鋼口とかにはまっとるやつ、ね、平山第一鋼鋼口標示名、うん、そこやん。そこで使われとったやつやん、うん、先端場。先端場はでも女性が働くのが普通なんか楽やけん。掘るわけじゃない。でもたまにほら真っ裸で昔は働いとったらしいよ。うん。これもやっぱりなんか質が全然違うっちゃうね。その土地によってなんか出る石のさ。これすごい、これ。昔はなんかみんなボタンを拾って持って帰って、これなんか火つけて使うっちゃうね。そうそう、家の焚き付けとか。うん。だけど一日結構もらっとったけど、もうすぐ使いよったやん。ね。酔い腰の金は持たん。明日どげんなっとかわからん。ね。女の甲府の人とか大変やったろうね。力いるし。でもね、大体ね、爆発とかってほとんどタバコらしいよ。なんか、検査があるけど、やっぱり持っていって吸う人おるらしい。タバコね。これすごーい。ボーリング中上手。焦げんなとか、やっぱり種類が違うんちゃう。これは昔の枠組みの仕方。あ、枠か。あ、坑道の中のね。これいろんなやり方があるった。これ作りながら掘っていくっちゃろ？違うの？これ先に作るの？いや、掘って、これ入れて、で、また掘って、これ入れて。同時進行か。うん。
いや、もうこの時代見てみたいね。すごい。でもさ、こんな時代の子供はもう本当素朴よね。わがままも言えんし。こうって書いてある。で、お下がりやしさ、小遣いとかないの当たり前だ。ね。今の子たちは贅沢よね。ニトン。ニトン。でっかいよ、これ。綺麗やね。これなんか塗っとるの？うん、そうそう、そうだね。ああ、そうなの？樹脂に塗っとる。ねえねえ、これほら、裏にもあるよ。ここ。これ練習しとったっちゃね。なんか。これ、救護施設の災害救援の訓練とかさ。これ本当に使っとったっちゃね、それで。どういう訓練？ほう。これ？この中でその訓練用の練習行動か。救護隊員とかをこれで教育しております。明治45年だって。へえ。すごい、ほら、当時の看板があるよ。車高とかもある。おお。その再現しとるという。実際の工場の大きさとかに合わせて。で、この中で訓練。うん、すごい。その練習を経て本ちゃんに、うん、うん、そうよ、ご安全に。あ、かわいいね、単車。あ、かわいいらしいね、これは。これディーゼル？電気？電車で、パウトで。おお。この上もなんかあるん。今日も暑くなってきた。うん、昨日よりは。ないけど、だけど風がない。よし、これあ、本当だね、書いてある。昭和46年って貝島さんご子息か。うわ、これでもすごいね、練習行動。ずっと裏まであるのね。これをなんかこう、見学会みたいなのがあるんですけど、ぜひ入ってみたい。入り口でおっちゃんに言っとかな。え、たまにやると思うよ、そういうの。だけど抽選だ。絶対人気やけん。しかも絶対子供優先。社交とか作ってないけど。だけど、うん、校内と同じような。うわぁ、でも興味ある。模擬行動とはいえね。うん。現実に本当や、そのままここに残してあるけどね。
石炭の中、うん、うわこれすごい東北組合みたいな、うん、商工会議所みたいなやつ、あ、当時ここが、うん、ドイツ船ってすごいのがいっぱいあったじゃね、なんていうんだよ、リューベリック市ドレーカーフエム難しいね、筑豊のね、筑豊炭田の総合のね、すごい本当や、作りがいいね、うん、シャレ取るよ、明治時代の窓、でもさ、シャレ取るよ、このなんかランプ、うん、うん、あ、英国製とかや、この橋は、さっき言った、うん、戦車がいる、こっから見えんね、見える、あ、こっから見えるよ、見える、このただその、転車台を使用して、うん、橋にしてるってのがいいよね、解体する、なるほど、再利用だ、再利用、うん、でこの右奥の方にあの昔の遊郭があったっていうね、でもこの地区結構あの古いあの町並み多いよ、おお、ねえねえ、あれも古くない、あれ何信号、あの4つあるやつは、そうやね、もともと転車台の信号やね、こっち向いてる、これめっちゃ古いよね、転車台そのまんまやで、うん、ほら金ちゃんがこっち見とる、最近見かけんね、金ちゃん昔はね本読みながら仕事しながら頑張っとったよね、今こんな子供はいません、スマホは見ようかもしれない、そうだ、スマホにしたの、スマホ見ながら荷物持っとるんか、うん、危ないね、明治からやから、でもまあそうね、100周年、うん、なんか宮若と若宮ってややこしいよね、未だに、宮若市の文化財収蔵展示交流センターとして使われているそうですよ、
宮若もね広いし結構見どころ満載やもんね。てか宮若もかなり撮影してきたよ。うん、これやろ、これすごいよね。入れるんです。獣と違って、これレプリカですね、ちゃんとね、はい、レプリカ。すごいよくできる。でもさ、壁画付きのさ、こういうのって結構珍しいやん、うん、しかもめちゃくちゃ綺麗に残っとっちゃうね。この方がはっきり見えない。うん、馬かな、馬と、ね、人と、いやこのは何かな、明かりか。でもさ、その時代からこんな絵が描けるってすごくない？こういう暮らしもあったっちゃろうね。シュートする。うん。これすっごいよね。この作りの古墳はよく見るけど。うまく組んどるね。うん。うん。うん。これ有名です。私も見に行ったけど。でもこの時代からさ、マガダマとかさ、いわゆるほら、まあ、天然石、うん、いや、だけどすごくない、うん、こんな時代からよ。古墳時代や。うん。すっごい山奥に住んどったっちゃろうね。平家の落ち武者たちと。ほら、大好きな地図があるよ。これはそこですね。あ、犬鳴御別館ですね。はい、そうね。うん。あそこの地図。ほんとや。そこ、いつも桜が咲いてるよ、この。結構な、でも敷地やんね。敷地で結構こんな。あ、てかさ、入り口は、まだ他にもあるった。ね。入っていくとこはここなんだ。そう。だけど、こっち側にもあるった。ここに石碑がある。うん。それでこっち入れるんですね。これだけ、これが立っとった。なんか西山かなんかに行けるとこもあるよね。山登る。西山はこっち側から登るんじゃん。ちょっとまだ他も入ってみないけんね。うん、この辺ね。すごいですよ。今、ヤンマーがあるけど、こんなのね、使わんけどね。見てもいいですか？どうぞ見てください。あ、すごい、いろんなものが売っとる。ちょこちょこですね。うん。あ、じゃあこっち地元のお土産とか、うん、そんなのもあるし。どうぞどうぞ、お土産もあるし。うん。地元のね、そうそう。追い出し猫かわいいね。私も買ったことある。これかわいい。これぐらい。うん。あの通り、ほら、福丸通りがあるやん。うん。はいはい。へえ。全部そういうことがあって、ね、あ、うん、いろんな売ってる。そうです、そうです、そうです、はいはいはい、農業もね。あ、普通に食品とかも買えるんですね。だってね、はい、うん、これもうちょっと使えなくなったで一緒に入ったんですかね。はい、それでこちらに相談して。にゃんこ焼きもあるよ、これ。にゃんこ、猫の形で。へえ、あ、回転饅頭や、ね、そうです、これね。回転饅頭とかも、うん、たい焼きね。ああ、なるほどね。え、ここいいやん。そこですね。ここが休憩所。うん。オリエンテーションルーム。ほら、ここいろんなあるよ、なんか。うん。なんかね、このギャラリーみたいにして。うん。ほら、こんな絵付けとかいいやん。絵付けたい。ね。これ体験楽しいやん。あ、工程の上に。おー。で、ここが何、何お金かかっとっちゃうね。1億7000万ってよ。すごいね。宮中市お金持っとるね。へぇ、これなんか昔のさ、写真とか置いてあるよ、アルバム。あ、多分これ好きよ。はい。この手のって古い写真が載っとる、1万ぐらいするやつやろ。ね。
ですね。